今日はよろしくお願いいたします。じゃあこれから少しちょっと動線とかの説明をするので、九州観光機構のベースにあるのが実はリピーターを作る、リピーターを増やすということが、その事業計画の柱が今日のコンテスト。こうして互いに恩恵を受け合うことで、アプリを中心とした九州観光が活性化し、持続可能な促進につなげることができます。日本酒の明るい未来のために、私たちは日本酒キャンパス in 佐賀を提案します。さまざまなことを肌で感じてもらうと同時に、第二のふるさとのような場所にしてほしい。ターゲットにより無限の組み合わせ、広がりが期待できるのではないかと考えます。焼き物県の観光地としての安定化、実現性の高いプランをね、お考えいただくっていう、本当に嬉しく思います。紹介することができる様子が豊富になるということ、もっともっとですね、こういったツアーを活用して九州に訪れていただきたいと思います。これが観光の究極の目的じゃないかとプレゼンを聞いてですね、確信を持つようになりました。本日予定しておりました10チーム全てのプレゼンテーションが終了いたしました。これからですね、審査員による最終審査を行います。この中で2つを優秀賞2つ、中原さん4番を、それでは、これからですね、審査結果発表表彰式に、入らさせていただきます。エントリー番号15番、九州産業大学九州大人の修学旅行さんです。本日はこのような機会をいただき本当にありがとうございました。とっても嬉しいです。ありがとうございました。また応援チームにぜひ来てください。おめでとうございます。最優秀賞エントリー番号7番、西南学院大学観光ツーリズム。湯道部も今年の夏に発足したので、カジュアルプランとして私たちにどう何ができるかっていうのをすごく考えました。小慶なりに何ができるか、私たち学生として何ができるかっていうのがすごく時間かかったし、とても作りがいのあるものでした。びっくりしててまさか取れると思ってなかったので嬉しいです。観光ビジネスプランを出す上で、そのなんか現実的というよりはもうアイデア勝負でいこうっていう話になって、そこをどういうふうに伝えるかと、どういうコンセプトにするかを決めていきました。もう素直に嬉しい気持ちでいっぱいです。もうなんかすごい時間かけてみんなの努力重ねて編み出したプランだったので、このように結果が出てすごい嬉しいです。九州の観光っていうとやっぱり自分はずっと九州に住んでるんですけども、そういう身としてもやっぱり魅力が多いと思ってるので、これをどう生かしていけるかっていうのを私たち若者の目線でいろいろもっと考えていけたらいいなと思ってます。